こんにちは、デリッシュキッチンです。ホンダの提供で肉巻きコーンおにぎり串のご紹介です。ご飯 300g を用意し、コーン缶 30g、 塩コショウ少々を加えて混ぜ合わせましょう。ラップを広げ、コーン入りご飯を4等分にして乗せます。割り箸を乗せて棒状に成形しましょう。人参とスライスチーズを星型に4枚抜きます。下準備ができたら、キャンプの荷物を積み込みましょう。キャンプ道具の積み方をご紹介します。細かいアイテムはあらかじめ箱や袋などに収納します。荷物スペースに合わせて横置きと縦置きを組み合わせましょう。フリードなら親子4人のキャンプ道具も楽々収納。こんなに積んでも広々空間。荷物の積み込みができたらキャンプに出発。キャンプ場に到着。調理を再開します。豚バラ薄切り 150g を用意し、スティックおにぎりに豚バラを巻きつけます。ガスコンロとスキレットを用意し、サラダ油大さじ 1/2 を入れて熱し、肉巻きを入れ転がしながら火が通るまで中火で焼きます。焼肉のタレ大さじ3を加えて煮絡めましょう。白いりごま、人参、スライスチーズを乗せたら完成です。お出かけに役立つ情報やレシピはホンダキャンプで検索。ぜひお試しください。